スティーブン・ドバート・ウォードは、アイルランド共和国ダブリン出身のプロサッカー選手。ウォルソール FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブのボヘミアン FC でキャリアをスタート。2007年1月、フットボールリーグチャンピオンシップ所属のウルバー・ハンプトン、ワンダラーズ FC に移籍。契約は2年半で移籍金は10万ポンドと、報じられた。2014年8月15日。 バーンリー FC に3年契約で移籍。2019年6月26日、ストークシティ FC にシーズンいっぱいの契約で加入。2020年8月17日、エフルリーグ1のイプスウィッチタウン FC に単年契約で加入。2021年7月9日、エフルリーグ2のウォルソール FC に単年契約で加入。2011年5月4日、 北アイルランド代表との親善試合及び UEFA ユーロ2012予選、スコットランド代表選、マケドニア代表選のメンバーに招集された。24日のネーションズカップ北アイルランド代表選で初キャップ、初ゴール。UEFA ユーロ2012予選、プレイオフエストニア代表選セカンドレグでは先制ゴールを挙げ、本大会出場権獲得に貢献した。 UEFA ユーロ2012本戦のメンバー23人にも選ばれ全3試合に出場した。UEFA ユーロ2016ではフランス代表戦に出場した。ありがとうございます。